兄様は本当ケーキ作り以外はダメダメなんですから。まあそこがまた妹心をくすぐるわけですが。主人も意外に抜けてるからね。言えてるにゃ。いいですか、兄様。鈴を取った後もちゃんと更新手続きがあります。人間社会の日進月歩なのですから当たり前です。そして。問題がなければ更新頻度も期間も伸びていきますが、ショコラとバニラは取ったばかりなので割とこまめにあるのです。これは事故を起こさないため仕方のない制度ですから。更新手続きって何するんですか？まあ主には鈴のテストの復習が中心です。それに合格できなかったらどうなるの？鈴、剥奪ですね。にゃにゃにゃ、にゃんでしたー！そんなバカな！の顔色がマリンブルーに。まあ一応落ちても何度かは追試が受けられますが、この調子では戻ってきた時には鈴はないかもしれませんね。会場が少し離れているので、兄様の代わりに私が付き添ってまいりますね。その間お店を閉めるわけにもいかないでしょうし、それにだいぶ長期戦になるかもしれませんし、他の猫たちの時もお母様が一緒に来てくれましたから、今回もお願いすれば快諾してくれることでしょう。兄様からも一本連絡を入れておいてはいかがでしょうか。お母様はいつも兄様のことを気にかけておられますし。はい、それがいいと思います。ですよ。お店が大変なことになっちゃうんじゃないかと思うのですよ。だからここはショコラに任せて、シグレちゃんとバニラは先に。黙らっしゃい。鈴の試験の一つや二つでうろたえるとか、それでも水月の猫ですか。それに更新手続きは最短で行けば2日です。そして明日はお店の定休日ですから、ちゃんと合格すれば今日一日だけお休みをいただくだけです。他の猫たちもいますし、それなら問題ないですよね、兄様。うにゃ
じいさまの鬼畜パティシエ。鬼畜はエッチの時だけにしてください。黙らっしゃい。自慢、自慢ですか、それは。鬼畜な兄様とか素敵すぎるので、ちょっと詳しく教えなさい。まあ、うちのお姉ちゃんたちみんな鈴持ちだし問題ない。ただこねてる間があったらとっとと行くよ。しょから、その通りです。早く兄様のいないところに行きましょう。ふっす。問題ございません、お任せください。そもそも普段が人数多すぎなんだよな。私たちが猫じゃなかったら完全に赤字よね、この店。私はソレイユのお仕事楽しくて大好きですし。仕事ですからやりますよ。資本主義らしい報酬に期待してんわ。はい。よう、歌唱。とりあえず落ち着いたから休憩回してくぞ。で責任を押し付けられなきゃなんねんだ。ここはどこぞのバーガー屋か。おい、へえへ、口では何とでも言えるよな。職場にみてえに甘い猫だと思ってんじゃねえぞ。ふん、頭撫でられたくれえで尻尾立てると思ったら大間違いだぞ。そんなお子ちゃまじゃねえんだからよ。まあ、特に問題はねえんじゃねえかな。強いて言えば、ナッツのアホの空回りっぷりをどうすかって感じで。だからなんか妙にやる気出してんのはいいんだけど、でも急にスペックが上がるわけでもねえからな。ちゃんと見てねえと余計な仕事が増えそうで危なっかしいんだよ。飼い猫はつれえわ、ほんとつれえわ。ま、できる範囲で最善は尽くしますってことで。カショウ様に言いたい放題。僕だって不器用だけどできることあるもん、あるもん。ココナツが厨房を覗いて震えてるけど、何やってんのあれ。またアズちゃんに煽られてるんじゃない。はあ、ほんとよく飽きないわね、あの2匹は。それでこそ、ア
ずちゃんとなっちゃんなんですよ。どうか私に特訓をお願いします。はい、特訓です。どうかお願いします。それは私だってできることがあるんだって思ったのですが、でも昼間、あずきに言われたい放題だったのが悔しくて。だから、あずきを見返したいんです。ちょうどショコラもバニラもいないし、秘密特訓でレベルアップしたいんです。お願いします、歌唱様。こんなこと、歌唱様くらいにしかお願いできないんです。お願いします。はい、よろしくお願いします、歌唱先生。卵は殻を入れずに割れない。混ぜれば半分くらい飛び散っちゃう。掃除すればチリトリをひっくり返しての無限ループ。洗い物をすれば力入れすぎてコップが割れる。レジの紙ロール交換も応答してはレッドカーペット状態になってダメになる。これでお店のお手伝いとか借りた猫の手が邪魔してるとしか言えないじゃないか。ダメダメな生きる巨大エンゲル係数だ。もうここに置いてもらえないし、水無月を名乗る資格すらもない。そうだ、もういっそ旅に出よう。一人で旅に。今さら野良として生きるくらいなら幸せな思い出のまま天国へ。僕はそんなものをいただける身分ではありませんから。あ、甘い卵がふわふわで大盛り。それってケチャップで僕の名前書いてくれたりするのかな。な、うわ、いけないいけない、ダメだよ。課長様、
こんなダメ猫にそんな誘惑しちゃダメダメ。いやー、ただ飯ぐらいの猫に優しくしちゃダメです。故障ですから超盛りでお願いします。ご飯本当に美味しいです。これ本当にいくらでもおかわりしていいんですか？僕の猫背にこんな贅沢があっていいんですか？ありがとうございます。カシオ様大好きです。食材も置いてってくれてますし、ある程度はみんな料理もできますし、しぐれ様がもしものお金も置いていってくれてるから心配はご無用です。みんな鈴持ちですから外食もできますし、デリバリーサービスもありますから。それに比べて僕は特訓の成果も出ず、カショウ様の最高に美味しいオムライスにがっついてて、別に言いづらいというほどのことではないんですが、私はもう子猫じゃないから。ショコラとバニラっていう妹もできたし、鈴だって満点で取って、小豆にだっていつまでも面倒見られてるわけじゃないし、いつの間にかどのお姉ちゃんよりも体が大きくなってて、もう子猫みたいなこと言ってられないって思ったから、だから言葉遣いも態度も変えようと思ったんです。やっぱり変ですか？
ました。無理してできてないって。でもみんなできることなのに、僕だけできないことがたくさんあるなんて。和尚様、でもそれじゃ、和尚様、してもらえて本当によかった。誰にでも僕は世界一幸せな猫だって言えるよ。ううん、僕の方こそ本当の本当にありがとう。深呼吸。はあ、ゆっくり丁寧に。やったよ。見てほら、卵の殻が入ってないよ。割れた殻もこんな綺麗に。やった。これで洗い物もお掃除も紙ロール交換も何でもバッチリだよ。本当にそれもこれも全部お兄ちゃんのおかげ。ごめんなさい、課長様。そのおかげさまで。可愛くない猫がそんな呼び方しても。和尚さん、その僕ね、しぐれ様、しぐれちゃんを見ててずっとお兄ちゃんって羨ましいなって思ってたから、だからさっき兄弟みたいって言ってくれて本当に嬉しかったんだ。僕、体
ばっかり大きくなっちゃったから、妹だなんてお兄ちゃんにそんな風に思ってもらえるなんて思ってなくて。呼ばせてもらうね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、僕のお兄ちゃん。本当？本当に？本当？お兄ちゃんにそう言ってもらえたら嬉しい。上がりましたにゃ。
長いとなかなか乾かないからいつもこんな感じで。いつもはしぐれちゃんが乾かしてくれたりするんだけど、自分だとめんどくさくてついつい。しょうがないって？にゃ、気持ちいいにゃ。お兄ちゃんの指先優しくてすっごく気持ちいい。はい、全然大丈夫。お兄ちゃんすっごく手慣れてるね。そっか、それは年季入ってるね。上手なわけにゃ。でもいいの？お兄ちゃんにこんなに甘えちゃって。今日だってお仕事で疲れてるのに。うん、僕もお店の手伝いしたくてしてる。その大事な家族でお兄ちゃんの妹だもんね。そういうことなんだね。嬉しいな、何度言ってもらっても。うん、何度でも言ってほしいね。優しく。さっきよりすごくいい感じで、すごくいいのに、そのくすぐった気持ちよくて、僕我慢するするけど、何これ。しぐれちゃんに尻尾触られるのと全然違うよ。お兄ちゃんの指なんかすごいゾクゾクって。大丈夫、僕頑張るから。そのまま、ね、にゃんとこ。入ったばっかりにゃのに、なんで汗かいちゃったのにゃ。お兄ちゃん、ありがとね。こんな風に甘やかしてもらったの、すごく久々ですっごく嬉しい。頑張らないように頑張るって変な言葉だけどね。うん、ありがとうお兄ちゃん。
なことまでしてくれてありがとう、お兄ちゃん。じゃあ、お言葉に甘えておやすみなさい。Thank you.